港区には56の商店会があり、たくさんの魅力ある商店があります。その中から平成29年度に港区商店グランプリを受賞した店舗をご紹介する港区商店グランプリ完全ガイド。港区商店グランプリは顧客満足やサービス向上のために時代の要請に即応しながら意欲的積極的に商店経営に努めている区内商店を審査表彰することにより商店経営の改善発展を図り区内商業に寄与することを目的としています。今年のテーマは、お客様の心をつかむ店づくりということがテーマでありました。接客態度から経営理念、それから外観、店内の装飾などについて総合的に審査し、全部で9店舗を審査してまいりました。平成30年1月24日平成29年度の商店グランプリの表彰式が行われました。今回のテーマはお客様の心をつかむお店づくり。地域の社会やコミュニティにどれだけつながりがあるかも審査対象の一つです。柳田譲審査委員の公表では各店舗が明確なコンセプトを打ち出していて例年以上に審査に対して苦労したそうです。また情報発信に SNS を活用しているのも特徴だったそうです。それでは受賞店舗を見ていきましょう。まずは港区長商白金プラザ界のパッションドゥローズ。白金高輪駅から徒歩2分のところにあるフランス伝統菓子のお店です。フランスの名店ピエール・エルメで2番手のパティシエとして活躍した代表の田中隆さんが経験を生かしながら地元白金の人に愛されるフランスの伝統菓子を作っています。お店の顔となるお菓子は果実のジュレをパッションフルーツのクリームで包んだパッションとタルトショコラの上にバラの花に見立てたフランボワーズクリームを乗せたローズ。中にもフランボワーズジャムが入っています。そして5種類の味のあるダックワーズやギモーブも自信作とのこと。超絶技巧を駆使し丁寧な細工が施されたお菓子はまるでアール・ヌーボーの芸術品にも通じる美しさ。お菓子の他にパンやお酒、手絞りジュース、アイスクリームも置いてある店内はパリのパティスリーがそのまま白金にあるかのよう。フランス菓子なのでフランスの雰囲気を楽しみながら私の作るフランス菓子を楽しんでいただきたいと思います。そしてイートインではフランス風に内装とかもしてますので雰囲気とケーキを楽しんでいただきたいですね。続いて港区商店街連合会会長賞は新橋赤レンガ通り発展会の新商堂。新橋のビジネス街にお店を構える人気の和菓子店です。大正元年創業当初から作り続けている豆大福。地元新橋にゆかりのある忠臣蔵をモチーフとした義士羊羹、そして浅野匠守が切腹した田村邸跡地に店舗があることから生まれた切腹もなか。店内にはユニークな商品が並びお客様が途絶えることがありません。
代表取締役の渡辺義久さんは、人気の秘訣が変わることにあるといいます。お店の命ともいえる大切なあんこの味を変えた大きな節目の時について教えてくれました。伝承と伝統の差なんですよ。伝承というのは、まあ、神社とか社が毎年同じことやりますよね。伝統というのは変わらないとつながらないんです。だから何か変えなきゃいけないなとはずっと思ったんですが、それが第一に浮かんだのが疑問に思ってたあんこの炊き方だったんですね。味が変わると普通はお客さんが握るって言って変えちゃいけないんですが、変えてみたらお客さんが増えました。そのあんこが大胆にはみ出る切腹もなかは、お詫びの菓子折りに使われることも多い商品。開店前から神妙な面持ちの会社員が待っていることもあるそうです。まるで落語の人情話に登場するような日常の喜怒哀楽にそっと添えられる甘みが新生堂の真の味なのかもしれません。続いて港区議会議長賞は芝浦商店会のフォーカス。新芝運河のほとりにあるカフェ&パブです。フォーカスレンズをイメージしたという個性的な店構え、そしてギリシャ洞窟風の店内は広々とした通路でベビーカーも難なく通れる作りに。やっぱり近隣には愛宮病院さんでしたり、あとは向かい側に保育園と、あと一時預かりのお子様向けのスペースが多いですので、そういった子育て中のママにご利用していただいて、ベビーカーのまま入れるお店が本当に少ないので、そのまま入っていただいてくつろいでいただくという形のスペースで意識をしました。周辺にお勤めの方が立ち寄るだけでなく、ママ友のランチ会やシニア層のお茶会でお店はにぎわいます。カフェ&パブの多国籍メニューは主に代表岩本さんが世界各国を巡り味わった料理からヒントを得たもの。特にランチのビーフパストラミサンドはニューヨークでの思い出がたっぷり詰まっているそう。肉の塩漬けから燻製まで14日間かけて全て店内で作る自家製ビーフパストラミが 150g も挟んであるというこだわりの味は満足度の高い一品に仕上がっています。またディナーには間接照明が揺らめくムーディーな店内でコース料理をいただくのも一興。プリフィックスディナーなら前菜からパスタ、メイン料理、デザートまでをお一人様3000円で楽しめます。日常の喧騒から離れたリゾート気分になれるフォーカスレンズを覗いてみませんか。東京商工会議所港支部会長賞は芝浦2丁目商店会のビストロアラドゥマンド。お客様の声をもとにモーニング、ランチ、カフェ、ディナーが楽しめる上に、自家製天然酵母を使ったベーカリーやペット同伴でも利用できるテラス席を設けています。料理は契約農家の無農薬有機野菜や日本全国から取り寄せる魚介類などを使った本格フレンチを提供。おすすめはタイの旨味の詰まったフレンチタイ飯。タイの頭、昆布、干し椎茸など和の素材をふんだんに使った出汁で炊き上げています。まずはそのまま食べて、最後にこの出汁をかけてお茶漬けのようにして食べることができます。一方でアラドゥマンド、仰せの通りに
という店名の通り、こんな料理が食べたいというご要望や離乳食、食品アレルギーへも柔軟に対応。こちらのカレーもお客様の要望で作られた夏季限定のメニュー。そして練乳、生クリーム、牛乳の配合が高く、小麦にもこだわったミルク食パン、これもお客様の要望から作られました。なお、購入した食パンは店内で食べることもできるそう。近くにあるなら行きつけにしたい、そう感じさせてくれるお店です。港区信金協議会賞は麻布十番商店街振興組合のザ・ワイナリー東京。世界中のワイン生産者の中でも細々と小規模経営でワインを作っているような、流通も極めて少ない商品を独自の視点で選び抜き販売しています。店長の秋元健介さんは月に300種類以上ものワインを試飲しているそうです。自分の五感でワインの味を確認してから販売価格を見ますという秋元さんの判断基準は、その一本を自分でお金を払ってでも飲みたいか否か。そうして厳選されたボトルにはそれぞれお店からの紹介文が添えられています。お店には周辺のお客様が徒歩で来られることが多く、晩ご飯に合うワインやお祝いのシャンパンなどをお買い求めになるそうです。毎週末には500円でおすすめの3種類をテイスティングできるサービスも行っており、希少なワインの味を試すことができます。ボトルに込められた物語を日常の食卓に届けてくれる、そんなワイン専門店です。ここからは優良賞を紹介していきます。まずは三田商店街振興組合の浜の無線。創業大正14年の浜の無線は創業90周年を機にリニューアルしました。この道50年の代表取締役浜野陽介さんは、移り変わりの激しい家電製品についての細かい知識を携え、親身になって商品を探してくれます。年齢の高い方が大勢お客様にでいらっしゃいますので、いろんなお話をさせていただいて、その一番いい商品をご案内をさせていただくとかいうことがまず一つと、それに付随していろいろお家の方へお伺いしてみると、いろんなお困りごともおありになるようで、まあ、例えばスイッチが不具合があるとか、コンセントが不具合があるとか、そういうものをチェックしながら回収をさせていただいて、安心してお客様が過ごせるような環境づくりのお手伝いをしたいなということで、日々仕事をさせていただいております。一般家庭だけでなく、事業所向けの大規模な設備も丸ごと受注しているそうです。お客様との雑談の中で、これはお困りかなと思うことはボランティアで引き受けており、本業の家電購入にすぐつながらなくても、ご縁をつなぐことで信頼を得ているそうです。炭酸3個ですね、ぜひ、初めてのお客様もご来店いただいて、ご相談だけでもね、結構ですので、ぜひご来店をお待ちしたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
続いてはプラチナヒルズ商栄会のリストランテセンソ。白金台の隠れ家的リストランテでは、五感に響く食感や音、温度差などが体感できる料理を味わえます。日本でイタリアンというとパスタやピッツァがメニューの主流ですが、イタリアの名店では最先端の芸術的なコース料理もたくさんあるんですと語るのは、イタリア北部の星付き名店をまるで武者修行のように渡り歩いたシェフ、近藤正幸さん。イタリア料理の基本理念にある地産地消を守り、使う食材も日本で採れたもの、時にはハモやサンマ、アマダイが登場することもあるそうです。こちらは宮崎県産尾崎牛サーロイン、ごぼう、赤ワイン。グリルした尾崎牛に2つの食感の異なるごぼうが添えられ、牛肉を赤ワインで煮込んだソースがかかっています。さまざまな料理法をヒントに、イタリアンの新しい味を作る近藤さんの前衛的ともいえる秘蔵レシピは、私たちの心身を大いに刺激してくれることでしょう。続いて赤坂通り商店街のアイヒェンプラッツ。ドイツ老舗醸造所の高品質ラガービールをよく知るマイスターこだわりの欧風居酒屋です。暑い夏のビールが美味しいのはもちろんですが、寒い時期にもおすすめのビールと料理があるそうです。麦芽をラガービールの倍量使用した濃厚なボックビールに、ニシンの塩漬けを燻製したラオホマティエスという料理を添えると格別の味わいになるとのこと。また3月から6月には春の到来を告げるドイツを代表する旬の野菜、白アスパラの料理シュパーゲルオランデーズソースと、秋になると解禁になるジビエを使ったエゾジカのロースとベリーソースもおすすめ。瓶ビールの種類も豊富で、日本ではここでしか飲むことのできないビールも。ドイツに魅せられた店主のこだわりが存分に楽しめるドイツビールとドイツ料理を堪能してみませんか。最後にご紹介するのは赤坂一継通り商店街振興組合のアラボンヌー。店名には良い時間を過ごしてくださいとの思いが込められています。お店の白い扉を開けて迎えてくれるのは色とりどりのフルーツタルト。季節のフルーツをふんだんに盛ったタルトはサクサクと音を立て、バニラビーンズと卵たっぷりのカスタードクリームが口いっぱいに広がります。またお店で一番人気のショートケーキは季節限定商品。王道のイチゴは国産が入手できる冬から春のみ販売。初夏は桃やメロン、秋はブドウやラフランスのショートケーキへと変化するそうです。赤坂の静かな路地にあるケーキ屋さんには最大5人程度のイートインスペースもあるので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。きっと良い時間が過ごせますよ。平成29年度港区商店グランプリ完全ガイド、いかがでしたか。港区にはたくさんの魅力的な商店があります。今回ご紹介した店舗については、こちらの冊子にも掲載されています。皆さんもぜひ一度受賞店を訪れてみてください。